いや、はい、古墳を探しに来たんだけど。古墳。あ、古墳ですか。古墳っていうのはね、この辺一体昔古墳やったんですけど、今古墳あといったらもう裏の公園の方行ってもらったら、いろいろ看板出てますけどね。ああ、そうですか。はい、古墳言いましても、もう、いや、ものすごく大きな古墳やから言うてきた。聞いてくるんですか。昇天山。昇天山でいいんですか。はい。ああ、まあ、ただもう今は、こっち、もう今というか、こっちはずっとお寺、はいはい、古墳の中に一旦お寺あったんですけど、今も公園と分けて、古墳あとはもう大体ね、公園の方に行ってもらった大きな木とかあるんで、はい、いろいろ看板が。あ、そうですね。すみません、はい、ありがとうございます。古墳のカメラでございますね。昇天山古墳。古墳の院の由来。左側です。お疲れ様でした。左側。こういうのがいいと思うね。こういうのがいいな、これ。この辺やね。わからんな、これ。住宅地の真ん中に公園があって、これ分からんの、全然。商店屋がここ、残ってますね。はいはい、こんにちは。いいことになね。ああ、日が出てくる。おお、雨で、桜も、しっとりしてはるんですよ。これもよくあるんだけどね。10本ほどあるけどね、桜木。これがそうかね、この古墳が。これがここの跡かね、これが。こんな、市内のど真ん中、こんなね、広っぽが残っとるじゃん。あれ全然わからんな、これ。こういうのってね、全くわからんな。旧らしきもんもあるしね。これなんかね、面白い形してるから。そうかね、これ何にもないわ。すごいな、これ。阿部のハルカス。わかりませんでした、ここ。はい、昇天山古墳、おそらくこれじゃないかと思いますけど、残ってんのはね。わかりませんでした。はい、ありがとうございました。
これもともとはね大きな古墳があったようで聞いたんだけど、さっぱり残ってませんわ。あれがそうみたいだけど何にも看板もない雨の中。はい、ありがとうございました。大変でございました。あ、これ上がられへんのこれ。どうも見るからにはこれでしょ。これが古墳でございます。残ってんのかね。はい、ありがとうございました。いや、桜が見えてね。またな。はい、バイバイ。寄ってきまんねて。はいはい、小手山古墳ありがとうございました。下降りるかね。これ降りれそうやけど。小天山水園寺、小園寺。もう降りお行けたよね。